はい、皆さんこんにちは、マンダリフルビジです。では今回はパワープロ2010栄冠ナイ続きをプレイしていきたいと思います。もうすぐ夏の予選大会始まるというところまで進めています。スターティングラインナップご紹介していきましょう。まず1番なんですが、稲葉を持ってきました。もうね、強打者の稲葉を1番に持ってきて先頭打者からガンガン打っていくという野球です。で、2番の小川、満塁男、いぶし銀持ち、ミートパワー A です。3番佐田くん、ミートがもうすぐ S に乗ろうかという強打者。そして4番中村、パワーがもうすぐ S になります。で、赤徳のうちの一つ、ゲッツーですね、閉殺は消しました。三振を消せば赤徳がなくなるかなというところですね。5番の岩下くん、もうすぐピートが S に乗るというバッターです。6番浜岡くん、パワーヒッターもし、ただチャンス三振がね、ちょっと微妙かなというところですね。で、強肩の白石くん、もうすぐ肩が S になります。で、8番宮城くん、ショートがね、ちょっといい選手が今いないという状態です。で、先発は宮川ですね。ストレートが156キロ、伸びは B。 そしてですね、レジェンド岩瀬が入部してくれました。なので、将来的にはね、この岩瀬を先発にエースに、持っていこうかなというふうに思っています。では、これで進めていきます。まずはね、初戦突破とこういうところから、2年連続夏の甲子園出場を目指していきたいと思います。はい、初戦の相手はですね、立山商工、総合戦力 E です。これは楽勝できるかなというふうに思っています。で、今回の注目はですね、稲葉になってますので、先頭からね、ガンガン打っていきましょう。ボテボテのファーストゴロ、アウト。坂木原、そのまま送りバント失敗。はい、7回の表、ワンアウトランナー1塁、3点リードの場面です。なかなかね、いいピッチャーで手こずっているんですけども、ここは試合を決めに行きましょう。稲葉が、これはライト前ヒット。ここからね、連打で得点を重ねていきたい場面ですね。まあ、なんといってもね、ここは本当に超重量打線が並んでいるので、何をやっても点が入る、そういう打線に仕上げてあるんですが、これはポテンヒット。ただ二塁がアウト。ポテンヒットならではですかね。3番の佐田くん、もうすぐパワー S。 パワー S の力だな、これが。そして4番の中村、三振持ちですが、ここまで打率2割8分3厘、ホームラン4本、10打点。2年生ながら4番、ここはファーストゴロ。はい、浜岡のホームラン。そしてこの回からですね、岩瀬を登板させましょう。岩瀬も実績をね、積んでほしいかなと思いますので、点差7点あるこの場面で岩瀬を投入。あとは出てない選手たちを入れておきましょう。伝令に岩瀬のね、ピッチングはこの先のこの高校を支える礎になってもらうっていうね、そういう投手なので、まあ、しっかりね、使っていきましょう。岩瀬の能力ですね、ちょっとこの後ご覧いただきたいと思います。これは追いつけるかな、追いつけない。佐田君の守備あんまり良くないですね、今見た感じだと。まあ、投手データですね、岩瀬なんですが、球速143キロ、コントロールはすでに A。 この後はしばらくスライダー系を極めていきましょうか。ついでに佐田君のデータも見る、今のまずいプレーあったからね。それでも守備は D か、まあ、D でまとめてる感じですね。ここはもう一度伝令を送っておきます。まあ、しっかりこの後切ってもらえればいいので。はい、試合の方はそのまま岩瀬が抑えて7対0コールド勝ちです。2回戦目に駒を進めます。で、岩瀬の方の練習はスライダーに変えていきましょう。
はい、2回戦目なんですが、柏高校総合戦力 A と対戦することになってしまいました。ここを勝たないと、まあ、甲子園出場はもちろんないというところですね。今回は張り切りボーイは稲葉です。まあ、中央球場の魔物も発動してるんですけど、まださすがに早いのでこのまま進めていきます。後半にね、取っておきましょう。はい、5回の裏、ツーアウトランナー三塁二塁、1点ビハインドの場面ですね。ここで4番中村です。ここはホームランを狙っていく。広角打法のパワーヒッター持ち、威圧感も持ってます。ここは歩かされるか、あーショートゴロ。まだね、稲葉の地方球場の魔物は出してません。まあ、そろそろ出しとかないとまずいかなっていうね、そういう場面になってはきているので、なんとか点差をね、1点差のままでいきたかったんですが、ここで追加点献上。ここで本当に切りましょう。低め中心でよし。では次、もう7回なので魔物を発動していきましょう。地方球場の魔物も顔を覗かせ、転がしなのか流し打ちだな。ポロってくれよ、ポロらない。これでツーアウト。さて、精密機械を発動します。ミートを上げて流し打ち。どうしてもこの回最低でも同点に追いつきたい。よし、同点ホームラン。ただ欲を言えば勝ち越したいですよね、当然ですけど。これはよし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 、これぞ地方球場の魔物の力だ。岩下君、打率が上がってきてないな。通年通からよし、これは抜けていく。これで勝ち越し点ですね。まあ、ただこの後岩瀬が残ってるとはいえ、投手力に自信があるチームではないので、点を取れるときに取りたい。もう2点3点と取りに行きましょう。浜岡もパワー B、 これは一塁はよし、セーフ。いや、もうこれ本当チート機能ですからね、魔物に関しては。ただどうしても総合戦力 A の高校にはね、これくらいやらないと勝てないっていうことなんですよね。では村山にピッチャー変わってますね。村山くんはそのまま行きましょう。3年生。おお、西崎ジャンプ1番。村山くんも行ってもね、3年生で球速156キロ。フォークボールも5持ってますからね。稲葉のソロホームラン。まあ、魔物の力があったとはいえですね、ここまでよくやってくれてますね。では当初岩瀬に変えていきます。まあ、岩瀬は1年生ですけど、実力的にはもう3年生にも劣らない力持ってますんで、ここは岩瀬に託しましょう。まあ、超強力打線という意味では柏もね、総合戦力 A の打線ですからね。これでワンアウト。これが事実上の一番突破が難しい試合になるんじゃないかなと思うので、ここをね、勝ちに行きましょう。3番は豊岡君、ホームラン13本。伝令を送ります。さらに連続で送る。確かに岩瀬はまだスタミナっていう意味ではね、不足してますからね。よし、魔物のおかげですけどね、戦力 A を撃破しました。はい、3回戦目、成田学園ですね。総合戦力 D、まあ、怖いバッターもあんまりいなそうですね。柏とかだとね、ホームラン10本以上打ってるバッターがずらっと並んでましたけど、ここにはそういう、まあ、本当に危険な選手は少ないのかなと思います。で、今回の注目選手は中村、ホームラン4本。もうちょっとね、ホームラン量産してきてほしいかなとは思います。まあ、そのためにはミートをね、今後上げていく必要がありそうですね。パワーはもう S、
なので、あとはねミートを上げて確率を上げていけば、まあ、当然ですけどね、ホームランの確率が上がってくるかなと思います。ここはスクイズで点を取りに行きます。これで追加点で9番の宮川くんが、宮川くんはね決して打てるタイプの投手ではないので、ここはスクイズ、かなりうまいスクイズだな。そして稲葉はここまでホームランが8本。まあ、前田はね卒業しちゃいましたけど、1試合3ホーマーとかの離れ技をやってのけましたけど、まあ、稲葉ももうそのね可能性十分に持ってる強打者に育ってますからね。まあ、中村もそうですよね。中村武也に関しては本当にホームランを、まあ、10本以上は打ってほしいなとは思うので、この先に期待しましょう。さあ7回の裏ワンアウトランナーなし、もう1点入ればコールドっていう場面ですね。ここでホームランが出ましたね。さよならホームランです。岩下君のさよならアーチ。まあ、総合戦力 D ぐらいであればね確実に勝っていけるので、 A とか B とかっていうチームが出てきた時にね、うまく魔物が絡んでくれれば甲子園出場がね見えてくるかなというところですかね。では次試合進めていきます。マウンド上は神山。はい、準々決勝ですね。桜高校総合戦力 B、 ここはね鬼門になると思います。確実に勝ちに行きましょう。初回ですが1回の表2アウトランナーが1塁で中村です。中村もパワー S なんですけどね、もうちょっと打率が上がってきてくれればホームランの数も増えてくるかな、まあ、そういう期待ですね。4回の表2対24番中村ツーエンド2からこれはボテボテの当たり。まあ、魔物がね今のところ発動して確定の選手が出ていないので、この1点ビハインドっていう場面なんですけど、確実にね切っていきましょう。タイムを使って投手能力曲げて、まずはアウトカウントをね1つ増やしにいきます。よし。で7番の井本君ですかね、緩急重視でいきます。1点差のまま行きたいですよね。さあ6回の表です。4番中村一発が欲しいな。本当にちょっとここのところね打率が中村2割4分まで落ちてきてしまってるんで、まあ、確かにね中村自体はね率がすごく高い選手ではないんですけど、ここはもうちょっと率が欲しいかな。よし、浜岡逆転のスリーラン。さあこういうところは確実に切っていきましょう。村山くんですね、防御率がちょっと低いですけど、村山くん自体はね速球が150キロ超えてる、先発の宮川くんにもね劣らない能力持ってるので、まあ、自信を持って、投入という場面かなと思います。これは持ってかれたか。1点返されて6対5、その差1点、なおワンアウトランナーが2塁か。ここはちょっと緊張感のある場面ですね。できればねリードしたまま終盤に入っていきたいの でかつ9回の裏、おっとやってくれた小川。先行チーム逃げ切り失敗。小川くんがここでねミスが出てしまいましたけど、ここはノーアウト初回先頭打者っていう形でね中村出てきましたので狙っていきます。ボテボテの当たりか。サヨナラ負けのねリスクがあるっていう場面なんで、ここは絶対にリードをしてね迎えたいんですよね。よし、これさせるよ。
肩もね、S まで上げてきましたからね。しっかり刺してくれましたね。あと怖いのは一発ですね。この、広上くんで合ってるかな。ホームラン5本、打率3割3分3厘。怖いバッターだな。抜けていくね。総合戦力 B。いいというだけのことは、あるかなっていうね。低め中心でいきます。ホームラン9本打ってんのか。怖いな、このバッターも。さあ、なんとか同点のまま、9回の表に来ましたね、白石君。相手の投手、データ、確認しましょう。赤羽君。これを見ると、143キロ、コントロール D、スタミナ D、クロスファイヤー持ち。スライダー、シュート、カーブがそれぞれ変化量2ですね。さあ、ここは狙っていきましょう。まあ、なんといっても打ち勝つ野球がこの高校のテーマなんでね。白石君は空振り三振。宮城君はこれは抜けてかないな。ちょっと当たりが弱かったですね。村山君のところは代打を出します。石井君パワー B、 ミート B、 ホームラン1本打ってる。ここは一発。スリーエンドワンボールからフォアボール。そして頼れる稲葉ですね。ここから魔物を使っていきましょう。いや本当にいいところで稲葉に回ってきたわ。だー、その稲葉の当たりもったいなかったな。流し打ちにするべきだったんだな。そうすればね、あの三塁側にきっとボールが行ったんでセーフになった可能性がね高かったかなというふうには思います。もう今更ですけどね。そしてピンチになるんだよね、こういう時はね。まあもうここは岩瀬に任せるしかないので、岩瀬に任せましょう。下位打線に向かっていくところなので、ここは二塁じゃない、そう一塁。確実にアウトカウントを増やしていきます。7番の井本君、率は低いけどホームラン6本。こういうバッターはちょっと怖いけど、スリーボールから打ち上げてくれた。こういうのは助かりますね。で、打率1割台の西塚君。これは大丈夫かな。さあ、ではここからですね。点を取りに行きます。さあ、究極の思考が今。さあ、4番の中村。ワンエンド、ツーボールから持ってった。これぞ頼れる4番。こういうところで点を取ってくれるのが4番だね。まあ、打率が低いのがねーとかって言ってましたけど、ああいうところで打ってくれるとね、信頼も一気に上がりますね。もう 2,3 点欲しい場面ですけど、白石君3割ホームラン2本。ここはショートフライ。ではこの裏抑えに行きましょう。9番の赤羽君がそのまま入ってくるんだね。よし、岩瀬がしっかりフィールディングしてくれた。これでワンアウトです。そして1番に帰って、お、今日5打数5安打5打数5安打か。5打数5安打の鳴井君をどう抑えるかだね。持ってかれるか。6打数6安打って本当恐ろしいな。さらにここもレフト前ヒット。これでワンアウトランナー二塁一塁。ワンヒットで同点、長打で逆転サヨナラっていう、そういう場面になってきて3番。これは抑えた。よし、ここは外野の守備を長打警戒にしましょう。サヨナラ負けだけが怖いんでね、もうここまで来ると。ただこれ後ろに出してたのが良くなかったな。いやー、定位置だったら今の取れてたかもしれないけど、まあもう今更二郎だな。さあ、岩瀬、頼むぞ。抑えてくれ。持ってかれたー。さよならだー。持ってかれたー。
まあ稲葉で魔物を使った時に点が取れてなかった時点でもう負けフラグだったのかな。残念ですけどね、ここで敗退ということになりました。ではね、3年生に中村がなる年になりますんでね、そして岩瀬も2年生エースということで使っていきたいと思ってますんで、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。